まあデーブがまあ楽天行ってコーチやって監督までやったと。これ監督の時どうやったの？なんか現場でさ、デーブがやっぱり来て、いや今日こいつ4番でっていうのはそういうのはないの？ありますよ。それが通るケースと、うんうん、まあコーチ陣とまず打撃コーチがメンバーって決めてくるんで、コーチ陣が決めて、そうです。でこっち監督に持ってきてサインするかしないか、うん、でこれちょっと変えようやとかいうそういうのはあるわけだよね。もちろんあります、うん、で橋上さんがヘッドコーチがこう、うん、うまい橋渡しをこうしてくれてたから、はい、球団の戦略とデータと照らす、うん、でバッティングコーチのと照らす、はい、意見を合わせて俺に持ってくると大体出来上がったもんなんです。そうだね。そとこう、まあ、サインして、うん、マネージャーにサインしてそれが決定でこうなるんだけど、突然変わるケースはありましたねスタメンの発表のギリギリによく言われてるよね、いろんなところでね、試合前までは完治していいんで試合中は外部からの連絡はダメですから、はい、みたいなあれ決めたのにみたいな。